作業量とコストがかかる。しかも通常の強化車に比べ、サプライ強化車は需要が少ない。そのため、定価もかなり高くなるが、たとえこれだけ高い価格を設定しても、採算が取れると赤字になってしまうというのが、各強化車会社の現状なのだという。